回さぬきのホームでの対戦は2対1と徳島が勝利したこのゲームですが、まずは前半3分徳島のチャンスシーン、アレックスのこのフリーキックわずかに右に外れます。惜しかったですね。まあ、枠の中にボールが行けばというところでしたけどね。その直後前半11分には右サイド山崎ボールを運んで中央、今日注目だった10番の大崎のシュートでした。まあ、前が空きましたからね、まあ、左にパスをするという選択もありましたけど、まあ、シュート、まあ、調子の良さを伺わせてますよね。前半は徳島のペースが続きます。もつれ合いの中からすっと抜けた渡りのワンツーで岩尾がシュートを狙っていきますが、これはサイドネット、よく絡んできましたね。こういう形で、まあ、サイドからまあ人数をかけてうまく攻撃しましたよね。31分にはさぬきが好調のこの木島哲也のドリブルです。素晴らしい突破ですよね。最後は角度のないところから狙っていったというシュートでした。はい、とにかく調子がいいというこの木島哲也、この試合は5試合連続のゴールをかけてのゲームでした。徳島はこれが一番のビッグチャンス、アレックスのシュート、ここは松清水がブロック、そして渡りのシュートを荻野がブロックして、最後はカルリーニョスが狙っていきますが、ここは渡辺大吾と。まあ、サヌキのミスからだったんですけどね、はい、サヌキもよくしのぎましたよね。そして42分には木島哲也のこのミドル、素晴らしいシュートですよね。強烈なシュートですね。ドライブ回転がかかって枠を捉えるかというシュートでした。はい、共に見せ場はあったんですが、前半のうちに得点は生まれず0対0のまま後半を迎えます。前半終了間際に攻勢に出ていたさぬきのペースで後半はスタート。コーナーキックから永田、そして最後はミゲル。このミゲルが非常にこう前半から足元に収まってましたよね。こういう形でエリアの中でうまくポイントになってましたね。今度は左サイドの馬場からのクロスにミゲル、このミゲルにボールが集まります。そうですね、ここもフリーでうまくフリーになって狙い進ましましたけどね、まあ、どこかで1点取れればというところでしたね。29分にはセットプレーの後のカウンターです。高木が持ち上がって、今日センターバックでの出場でした永田がこのシュート、ね、まあ、高木がうまく溜めて、永田がうまく上がってきましたよね。徳島は途中交代で流れを変えました。大崎が運んで、この選手です、途中出場のキムキョンジュン、ドリブルで仕掛けて深い位置からのクロス、最後カルリーニョスが狙っていって、大崎が頭で軌道を変えますが、これは先制点とはならず。そうですね、まあ、キムキョンジュンが入ってこういう決定的なシーンがね多くなりましたよね。まあ、最後ねカルリーニョス狙いすましましたけどね、少しずれましたよね。さあ、そしてさぬきは35分に木島哲也が抜け出して、ここも木島ですね、素晴らしい突破の中からチャンスを作り出しましたね。本当に今日は木島のスピードが冴えに冴えました。はい、41分徳島はパワープレーに出て、ディフェンダーの橋内のクロスにキムキョンジュンが合わせますが、これはバーを叩きました。まあ、少しねヘディングする前に押したというねファウルがありましたけどね。試合終了間際にはミゲルがボールを運んで、これを右サイド預けてクロスが上がって、仲間がダイレクトで合わせますが、これがミゲルに当たって枠を捉えずという。ここも仲間もうまくフリーになったところにボール来ましたけどね、はい、うまくミートできなかったかなというところですね。共に得点こそありませんでしたが、本当にこう見ていて楽しいゲームでしたね。そうですね、両チームとも守備の中からうまくこう攻撃につなげていくというね意図が非常に感じられましたからね、非常に面白いゲームになりましたね。4回目の東国クラシコは0対0、スコアレスドローに終わっています。